やりました。リプレイ引くだけでいいんだから簡単なんよ。完璧ですね。ということでいきます。やっと、いやこれしかも、いやこれ一番いいですよ。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。セブンズ TV メンバー人間体感キーワロスです。ということで本日は遠隔ごちもり、はい、ということで、あごちもりごちもり。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。ということで、僕が行くお店がウエスタン葛西店、私がウエスタン環七南葛西店、はい、はい。前回はね、等身大実践で無事等身大エンディングして、全然等身大ではない約束をしてしまったっていうね、うん、酒のせいで自分を大きく見せるかのように、うん、そうそう、こんなくらいできるぜ YouTuber らしいっていうクソダサいブーブーをしてしまって、うん、お酒はねもう気が大きくなっちゃうからね、うんうん、果たして芝生くんは了承するのか。あの動画まだ今現時点上がってないから、明日芝生くんはあの衝撃の事実を知る。で、うん、俺が芝生くんに暴力を言われると。でね、まあ、前回等身大だったんで、はい、今回どうしますか。テーマがあった方がいいんじゃない。だからまあ食いたいもんとか。あ、食いたいもん、うん、食いたいもんだとスンドゥブチゲが待ってました。ゆとりさんも見ましたもんね、イテウォンクラス。僕もあのイテウォンクラス前話見たので、スンドゥブチャミスルしたい、チャミスルしたいよ。あれ前さ3人で韓国料理屋行ったじゃん。あ、いた芝生と一緒に、うん、その時さ君はイテウォンクラス見てるからチャミスルっつって言ったじゃん。で、芝生も付き合うでって言ったら、俺も嫌いだからそれ、俺マッコリでいいっつって。俺ずっとマッコリ飲んでた。実はイテモンクラス、マッコリ出てこないからね。そう、チャミスルだからね。そう、もう見たいね。そういう作品なんだよな。で、スンドゥブチゲも食いたい。あー、そうだよね、うん、あ、いいね、うん、もう究極言うと別にその2つでいい。すごい安上がりかもしれない。そんなに勝つ必要ないんだ。そんなに勝つ必要ない。今のところ俺が求めてるのはその、ね、スンドゥブチゲとチャミスルで、ちょっとイテモンクラスを出したいね。あー、いいね。じゃあ今回のテーマというか、うん、まあ、勝ったら韓国料理屋さん行きますか。う、ね、うん、はい、芝生が嫉妬しちゃいそうだね。え、でも芝生お前見てないよな、イテウォンクラスになっちゃうから。イカゲーム派だもんなって。無限暴力でも。あ、もういいやな、関係ないやなって。怖っ。せっかくだからまあいい韓国料理行きたいですね。したらこう個室のなんかまああるでしょ、うん、ある、うん、なんだっけあれ、ライバルのお店、チャンガ、チャンガ。チャンガみたいな店行くか、うん、じゃあ目標はチャンガ。もしダメだったら、あの初めてお父さんと酒を交わしたあんな感じの店行こう。あんな感じの店、うん、あ、そうだね、うん、それで行こう。知らない人はもう何のことって感じとは思うけど、それが気になるんだったらネットフリックスイデモンクラス見てください、うん、でということでね、テーマも決まったところで、果たしてどうなっていることでしょうか。わかりました。ちゃんができてますかね。うん、まあでもやっぱ一つの信念を持って、あの作品のテーマ信念とか、確かに、うん、じゃあ俺らは明日も朝決めた台をずっと打ち続けるっていう信念でいく。いや、それはチャンガを目指すっていう信念だけですよ。そこはもうあの臨機応変で。立ち回りに関しては立ち回りに関しては そ, う、ね、それは道中だから目的を見失うの。謎の前通過して2人とも負けちゃうのはよくないね。確かに、オッケーオッケー。したらもう雑に豆腐買ってきて七味かけて終わり。終わりだね。オッケーオッケーオッケー、分かりました、はい、ということでね、早速実践の方に参りたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。さあ、ということでお久しぶりでございます、ウエスタン葛西店さん、おはようございます、よろしくお願いします。おそらく82番目くらいの入場、なぜなら私は一般入場だから、ノーゲームノーライフにします。はい、ということでごちもり、僕は東京都江戸川区にございます、こちらウエスタン葛西店さんですね。回していきましょう、ノーゲームノーライフいきます。前に1回だけね、打ったことあるんですよ、動画になってないけど。その時ね、可能性は感じた、ちょろっと打って肛門茶まみてえだなぁと思った記憶がある。やっぱオープニングでも言ったと思うけど、まあ、今回は韓国料理を目指すわけじゃないですか。そしてその韓国料理を目指すきっかけになったのがイテウォンクラスという海外ドラマ、
まあ、韓流ドラマっていうのか、そのイテウォンクラスっていうのはね、主人公が底辺から成り上がるみたいなお話だから、俺もね一般入場から成り上がるわって考えると今回のコンセプトに合ってるんですよ。俺の一般入場は今後はないように気をつけます。さあどうだ、星さんから何かがプラスされましたわ。こいつは行ったかもな。 OK、さあやりました。本日初の当たりでございます。454ゲーム、投資が10,000円で、いきなりバー狙えって言われちゃったけど、本当はここバーを狙わないで子役を成立させて、このストラテジーゲームっていうこのタイトルの色を良くするっていうパートだったんですけど、まあしょうがない。あそこの色が上がると何がいいかって、確かねここのメーターが上がりやすくなるよね。で要はここのメーターが上がると、この後にあるあの黄門茶碗みたいなホイールオブフォーチューンが有利になると、うん、まあ、書いてあるけどね。まあレベル1っつうのはマジで良くないね。で要は黄門茶碗と同じよね、 18% でめちゃめちゃいいやつ行くか何もなしか。でこっちのノーマルを選ぶとチャンスゾーン以上は絶対もらえると。でさすがにね、いきなり 18% で勝負するのは無理があるので、チャンスゾーンやります。チャンスゾーンやらせてください。まあ、上位のチャンスゾーン行ってくれたらよしって感じだね。 20%、 うん、まあそうでしょう。ということでチャンスゾーン一応 30% くらい期待度があるみたいな、見たなさっき。行きます。何も引けなかった、これで終わりと。で結局ね、さっきレベル1だったから 18% しかなかったけど、もう1レベル上がるだけで 25% くらいくれんのよ。もうそしたらあっちで一発勝負して銃の名役っていう、まあ、強い特化ゾーンぶち込んでなんとかするっていう、そういう機種だと思ってる俺は。でレベルが低かったらもうノーマルでチャンスゾーンでなんとかしましょうみたいな。まあまだ続けます。はい、抽選でございます。60名様くらいだね。はい、1枚。さあ何番でしょうか。まあ、言うてもねそんな人数いないからめちゃくちゃ悪いってことはないとは思うんだけど、それあんまり良くなかったね。行きまーす。入場やでー、よろしくお願いします。さあ何座ろっか、この辺があっちいいだろうな。うわっ、リゼロ空いてんじゃん。リゼロか。この店はねリゼロに定評があったはず。頑張ります。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キバラスです。今日もねゆとりとごちもり、理想はチャンガ、イテボンクラス見てないって方が多いと思うんだけど、まあいわゆる高級韓国料理屋さんがテーマで打っていきたいと思います。マイル、まあ、朝一確定してしまうパターンありだし、はい、ラストプッシュボタン何来る、 N プラ今ツイッターで見たんだけど、ゆとりくん抽選間に合ってないよね。あいつこの収録のルール知ってるのかな。勝った人間がご馳走する番組なのに、そんなね勝ちに徹せられない、基本中の基本抽選を受けるっていうことができてないのはかなり問題だろう。なぜ765ゲームA 点だね、18,000円も使っちゃいました。いく、まあ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  68% やるぞ。絶対突破する。で約約半分いった、耳半分、絶対チャンスアップ。はい、オッケー、ビルヘルム、イエイ、あと2ホゲ、オッケー、緑、じゃーネガティブ、これやばいか、いいカードで脳汁、オッケー、フルシューもらってる、これはイエイ。さあ最終捕鯨いきます。それうわー背景青、セリフ超大事、なんでか
怖いよ。もうミミちゃん怖すぎるだろ。次そう苦しい。おダメだこれ、やっちゃってら、やっちゃってらこれ。あ次頼む。これもう3ラウンド負けマジつらい。完全にやったねこれ。これやめた方がいいよね、シンプルに。うい、あっさり当たりましたね。137ゲーム投資が12,000円。はい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 、絶対もらったでしょこれは。オッケー。さあ黄色、さあ緑、これ赤まで行くとすごかった記憶があるんだよな。実はここが一番重要まである。オッケーオッケー。さあということで赤、こりゃ大チャンスよ。いきますね、プラス8よ。さっきまで全部1だったのに。もう1レベル上げられれば AT 確定のはずなんよ。これがプラス8なら、いやープラス4だった。まあレベル4、大チャンス。エクストリーム 2V1 で10の名役、こっちだと 2V1 で AT、 まあこの 2V1 通す自信もあるんですけど、無論こっちの 2V1 も通せるんで、でなんならね 10% 引けば10の迷惑なし。うん、ちょっとここはねノーマルでいくわ。最悪チャンスゾーンっていうね、ここのリスク管理もバッチリなチョイスでいきましょう。ノーマル、はい、まあこりゃ大丈夫でしょう。うん、安心しました。これで AT 確定。さあいきます。特化ゾーン、これなんかね不思議な特化ゾーンなんよね。これはこの図柄揃いストックがあって、でこれが揃った時に10枚から30枚くらい基礎ゲーム数をくれて、ループしてさらに上乗せするのよ。でそのループ率はここの保留の色によって変わるよっていう、そういうやつであってますよね。あ、なんかもうすーげー出てきちゃった。あ、もうすごい出てきちゃったからもういいや。とりあえずいきます。だからこれは白いから揃わない方がいい。うん、おーっとレア役はどうなるんだ、わからねえな。はい、ああなるほどね、普通に上乗せだ。30枚上乗せ、いやー揃うな。よし、ここで揃えるのが大事。ういなんでー、なんで来ない、なんで来ない。まずい。あー揃っちゃいますね。はい、これで基礎ゲーム数が20枚で、でさらにループしなかったと。そう、これであとはどんどんループしてって上乗せていくっていう特化ゾーンなんだけど、赤以上じゃないとそもそも全然期待できなかったはず。で紫色の保留があるんだけど、そいつが一番やばい。 80% か 90% ループみたいな。いやこりゃ良くないんだよな。いやー揃っちまった。全然いい保留来ないね。あーぶね、狙ったけどね。あーでもループしてくれたわ。はい、うん、1回だけループしましたね。でこれであの保証分がなくなったんで、あとどういうタイミングで終わるんだろうね、覚えてねえや。揃えてけ。 OK、 うん、まあまあ2回ループしました。だからこれってダブルとかで揃えたときに 80% 90% ループだととんでもないよねっていう、そういう特化ゾーンなんよ。ということで110枚上乗せ、もっといけたね。ということでいきましょう AT。 でこれはなんかピースっていうのがあって、このピースを8個獲得するとさっきのキングスギャンビットができるようになる。ピース貯めきれんかったな。ドン、お成功したわ。素晴らしいね。ピースは全部で6個溜まってました。さあ行きます。200枚くらい乗っけたいね。ほい、さあ上乗せ40枚。お、この出目は今まで止まってないから揃うでしょ。さあ緑、いや1回
うわ、紫ある、あー揃っちゃった。いやこれ紫取ったらでかいぞ。いや、オッケーオッケーオッケー、よーし、でかい。さあ、お願いしますよ。いやでもこいつがもう本番だから。うわー、本番に弱い。うわー、いやー、一ゲーム遅い。あー、ループした。あー、大チャンスだったね。ということで150枚の手、ピースはゼロでした。はい、さすがにね。424枚。そしてここは設定差があるところ、高設定差弱 10% から 15% か。なるほどね。まあまくれなかったけど200枚ほどのマイナスまで盛り返しました。じゃあ次は10の名役やりましょう。次はエクストリームでいくわ。235ゲーム、よかった。打って投資が25,000円、ドン。うーわ、やっちゃっただよね。あ、設定したったはず。どうでもいいわ。あ、有力感またいでないんでまだ打ちます。はい、537ゲーム、投資いくらだこれ。投資35,000円。何やってんだ、シンプルに勝つ気あんのかっていうね。これ絶対ぶち込む。いい点、これもいけそう。あれ、よーし、苦しい。もうやめて。あ、これは悪くなかったはず。あれ、枯れない。レア子役シャメー、一番役、これ平気だ。さあラストだ。35,000円、絶対に入れないと今日勝てない。いけ、やば、またこいつ、こいつとめっちゃダメだね。またこの可愛い子、なんでか。あー怖い、これまで同じ。もう終わったわ。あ、完全にあの第一戦をトレースしている。無理だって。もうあれ、レムちゃんこれ復活するんじゃない。わあ、ありがとう、ありがとうございます。うわ、嬉しいパターン来たわ、乗り越えたわ。いやね、リゼロっていうのはね、異世界転生もんでね、その1回目の失敗を繰り返さないようにしました。ありがとうございます。35,000円、赤10、強 AT だこれ。来たー、鬼かかった連打じゃん。え、すげえ、ありがてえ。はい、エッチエッチ来た、トピちゃん。すごい、そんなこともない。あー、86、まあまあでしょう。いきます、いいよ、小刻みに行こう。はい、951枚、コンビニで隣絞る確定しました。違う、隣は246確定しました。やっぱここは何も確定しないでいけるでしょう。 OK、 当たり早い。110ゲーム、まあ、天国ってやつでしょう。もちろん持ちコイン、こいつを育てる作業が始まるわ。うわーい、白が一番良くないんよ。
18% は突破できる気しねえな。いやここはねチャンスゾーンでいきますわ。だって俺もうちょっとでまくるからね。とりあえずまくりたい。まあ順当にね。さあ行くぞ。7ゲーム以内にリプレイかチャンス役。 OK。 これをあと3回やればいいだけだから、いいね。あと2回、あと1回、やりました。リプレイ引くだけでいいんだから簡単なんよ。完璧ですね。ということでいきます。ギャンビット、いやこれしかも、いやこれ一番いいやつ、これキングオブキングズギャンビットってやつで一番強い特化ゾーン。何が強いかっていうと、そう保留が紫のしかないから全部 80% が 90% ループになるっていう。来たで来たで。いやダブルスロー欲しいよ。さらにいいのがなんか空白面みたいなやつがあるんだけど、それだと基礎枚数30枚でさらにこの上の総称が1個プラスされるみたいな、そういう出目もあるんだけど、まあ、シングルこっから 80% オア 90% ループ。これ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 こりゃ 90% だろ、これ 90% だな。はい12連で、まだあと2個ストックあるからね。よし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 。さあ20枚で 80% か 90%、 90% でお願いします。うんうん、おいおい、いいぞいいぞ、めちゃめちゃ、あーマジかー。まあ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 いいでしょう。6ループしたのか。いやその空白目ってやつが一体何分の1なのかわかんねえんだけど、引きてえな。だ20枚からの何かとてつもなくいいことが起こりだしたわ。これは知らん。え、どういうこと。いやもうとてつもなくいいことが起こってる。え、100枚しかくんないの。え、100枚しかくんなかった。さっきまでの普通の演出の方が乗ってたんだが、これちょっとがっかりだな。まあまあまあとりあえずこれでもう保証がなくなったんで、あとはこの4ゲームの間に何発揃えられるか。いやーナイス、頼む頼む頼む、シングルでいい、シングルでいい、シングルでいい。いやーなんでもう一発は揃えたい。うわーこりゃ弱いね。3回しか揃えられませんでした。ということで340枚上乗せ。もうこの特化ゾーンが絶対一番強いんよ。これ事故ると多分ね4桁枚数乗せられるんよね。残念だったね。でも正直あの上乗せのタイミングでボーン押してノーゲームノーライフって出てきた時に、まあ500枚くらい乗っちゃうでしょうって思ったよ。100枚け。さあやりました。これでピースマックス、キングスギャンビット確定。さあ行きましょう。いきなり赤。いや俺これ調べたんですけど、ここでこうやると出るらしい。ほら黄色 33% ループチャンス。1回くらいループしろ。 OK、 2回もループしてくれたわ。うまっ。60枚ソロワンで欲しい。あーやってた。いやー揃っちまうのかこれ。なんとかお願いします。うん、まあ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 そうよね。うおーうますぎ。一発くらいはお願いします。 50% チャンス。 OK、 よし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 。ここでもう一回揃えよう。下手くそー。まあでも150枚か、ぼちぼちでしょう。気にしちゃった、来い。さすがにな。いやー今日一ひどいのやっちゃいましたね。80枚。さあこれでマックスなんとかなりました。気にしちゃった。どんどん下手になる。この特化ゾーンどんどん下手になるわ。60枚。いやー終わってしまいました。なんとかなれ。ということで877枚でした。いやめちゃめちゃ上出来だと思います。いやいい AT だったわ。まあ500枚くらいプラスだね今。非常に順調でございます。はい、390ゲーム珍しいところで当たりました。まあそうだわ、やります。1体撃破あるんで頑張れる。さあ行きます。よし緑オーリー、気持ちいい、ありがとうございます。疲
いドッチャーレア子役に聞いてくれた。ルナ振動、え、なんこれ45ってなんなんこれ、一瞬で割るわ。よっしゃー、揃うともわかった。かなり舐め腐った目をして止めました。はい、コンビニ行くな。行っちゃうよね。え、よく聞いたわ。あー、スイカか。鬼店期待。スイカ引いたからまだ打ちます。うまい、追いかけ。この台でまくる低設定2ゼロで35,000円決めた。221ゲーム持ち込んだね、早かった。失敗しました、残念。2ラウンド失敗。はい、引き継ぎ、ユーリック感は引き継ぎました。まだ打ちます。でかい、368ゲーム。作った、はい。なんじゃこれ、え、しかもエチエチ入ったわ。鬼の16連射いっていいですか。信じられんこと起きてますやん。遅いか、これ設定あるかもしれないってやつ。おーっと、鬼が勝った連打。この速さ22すごくない。完璧、92ゲーム、ナイス。直撃なんかすると思わなかった。10でいくぞ。2角で取った、気持ちいい。はい、1044枚でした。コンビニ食ったけど何も発生出ないね。一旦やめるわ、一旦ね、一旦やめるわ。もうあーだこうだやってらんねえからパチンコ行くぜ。なんか行けそうな雰囲気あるけど、もう OK、 めちゃめちゃ早い。88ゲーム、これがめちゃめちゃ悩むところ。 25% で10の名役いけるんよ。 18% は無理だけど 25% って急にいける数字じゃん。ここは行くわ、 25%。 さあ行きますよ、お願いします。ここでなんとかなれば、うわーもうこれ無理っぽいな。それでもなんとかなってくれたら神台。かーやっちまった、思い出しますね、コウモンちゃま。いやー残念。まあまあ当たりが早かったから。どうだ、 OK、245ゲーム。いやもうこれは絶対 25% いった方がいい。 25% だって引けるもん。さあお願いします、何でもいい、カットに出て。うわマジ 25%。 いやーここ上振れしてくれないと困っちゃうよ。うわー、おーっと当たると思わなかったね。147ゲーム、 18% いくか。ちょっとラッチ開かないもんな。いくぞ、ちょっと後悔してる、もうすでに。いつも赤くないよね、赤かったら赤いって反応するもん俺、絶対に。赤に敏感だから。カットイン出るんじゃない。いやーカットインは出ない。いやー頼むよ、18%。うっ気持ちよすぎる、完璧な判断だったね今。状況判断が完璧、ここであえて 18% チャレンジするっていうね、こういうことなんですよ。ということで10の名役いきます。毎ゲーム全役で上乗せする特化ゾーン。いや完璧だね。でベルはね、上乗せ枚数20枚30枚50枚みたいなあって、確か10、20、30、50、100かな。でこれ全部同じ確率なのよ。ほい、うん30枚、まあ30枚ならいいんじゃないよ。え、パネルはいつも消灯してるのかがわからないな。
あ、いつも消灯してるっぽいね。はい、はい、めちゃめちゃ震えとるわ。気持ちいい。100万円。そしてパネルは消灯してないわ。いつもうますぎるな。さあベル100。うん、まあ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 30ならいいんじゃない。いやこれはちょっときついね。あでも30枚はうまい。100お願いします。いやー10枚。うん、30枚がうん、ラストパネルショート100枚じゃない。完璧だわ。ということで380枚のせい、いい特化ゾーンですね。行きましょう。うわー頼む。何択なんだ。うーん、右左中。天才すぎるだろ。いや今ね感じ取ったんよ。頭の中に押し順ナビが出た。残り26枚。起死回生のキングスギャンビット行きます。俺もう今日最初の方めちゃめちゃうまかったんだね。さっきからこんなんばっかよ。あと2つだったのに。もうここでなんとかするしかない。ドンかー。ということで689枚。いやでもこれで今日一のプラスにはなりましたね。まあ今持ち玉1300枚くらいだね。いや当たるか。全然強くなかったから当たんないと思ってたわ。459ゲーム。もうマイナス域に行っちゃったんじゃないか。10周期天井いけるかなと思ったんだけどね。いやもうここで 25% いかなかったら無理よ。突破すりゃ俺の勝ち、突破できなかったら俺の負け。分かりやすいわ。いきます。でここ第3停止中押すると何か起こる。何も起こらないけど大丈夫か。いけ。 25% を通してこそのスロッターだから。散々戦ってきた確率だからね。いけ。今日1回も 25% 通してないスロッターなのに。うわ復活。うわ、いやーちょい負けか。はい、ということで流してきました。投資が600枚、そして回収がこちら515枚なんでマイナス85枚です。借金最後の 25% 勝負でした。勝てると思ったんだけどな。はい、ということでね、アイムジャグラー。いや、やめるつもりだったんですけど、まあ、マイナスが85枚とかなんで、ジャグラーでね、一瞬でペカッと光らせれば勝ちなんで。総回転数501回転で現在325ゲームで、化けを1回しか引いてないと。もうボーナス引かないとおかしいからね。はい、うん、やめよう。500超えだし、打ってて思い出したわ。負けてる時に来るジャグラーが一番危ない。このままじゃ締まりが悪いんで、北斗無双なくなっちゃうんで打っていきたいと思います。あ、ちなみにさっきのリゼロは1202枚流してます。リゼロはアカホ来たわ。ありがてー。俺も解放するわ。いけエグゾディオ攻撃強襲。うわ金保留に変わる。まあ、タコワツなんですけど、もうこれ以上ないんですけど。今、先輩ボイス激アツって言ってなかった？惑星で。すごいな、これどうなんの？熱っ！いただきました。あー無双ついてこれてない。北斗の方に。はい、グーもう完璧すぎる。ラッシュだろこれ。完璧。キリン来るよ、構えてみんな。うわ、巻いた。はい、大当たり 99.9%。 当たりますよ。ありがとう。いや最後地元のおばちゃんが縦うなずき背景入ったんで、もうそこで確信しました。ありがとうございます。わあマジかこれ、最高だろ。幸せしかねえわ。あ、おばちゃんも上がった手が止まらないわ。やりました、ありがとうございます。イエーイ。あ、最後おばちゃんがね祝福ボイスいただきました。プレミアの
892回転トータル投資が3万9000円はい、来たよし、さすがにねうわー、16ラウンドありがとう燃えたあー、これいっちゃうパターンのやつやごちそうさまです最高はい、オッケーあ、とりあえずまくったわ打ってよかったそれわーありがとうキリング PKZ まあ、まくったからいっか12,770はい、店内状況、まず別積みがね、527番台、530番台、535番台とね、がっつりされてるね、この423番台も2箱別積み、こちらの番長3、5000枚出てるのか、こんなグラフ、素晴らしい、ありがとうございます、もう間違いなく設定後でもう、はい、もう朝から奇跡が起きてます、おめでとうございます。その隣の方が ありがとうございますお素晴らしいそうそうチャンスシェリー聞いてる台素晴らしいグラフです8000枚出ているキーアス素晴らしい窓数が2箱、イニシャル D カードの台が勝ち盛り2箱玉井で2000枚弱絆が1箱勝ち盛り2箱のその隣ゴリゴリ勝ち盛り2箱と1箱あもう完全に高設定のグラフ4000枚弱出ておりますこの方が別積みをされている窓マギ別積み2箱ゼロカラッシュ7回の20ということでウエスタン火災店の店内状況でございますこちらが窓マギの反逆こんな感じのグラフで2箱、4箱そしてこちら1箱半という感じですね、まあ、窓曲げ反逆は全台でしょうそしてイニシャル D ちょっと AT 中なのでグラフわかんないんですけれども大体2箱くらい出てますねそしてこちらがアナターノットファーですあめちゃめちゃいいグラフですねこれも上なんじゃないでしょうか2箱半ものすごい台がありますねこちら番長3手元に1箱あるのでこちら9箱出てますねそしてお隣の番長3もあのグラフはいい感じでしたはいこんな感じはいこちらが窓2こんな感じのグラフで今プラテントはいそして花火がこちら143分の1 14の13、はい、そしてこちらがアイムジャグラー17の19で108分の1、そしてこちらもアイムジャグラー18の17で108分の1、さあそしてこちらもアイジャグですね14の15で124分の1、そしてこちらが9の16で115分の1、こちらマイジャグラーです。はい、そしてこちらすごい出てますね28の14で104分の1、4000枚出てる。さあこちらもマイジャグラーですね17の19で119分の1、お隣も20の16で117分の1とといった感じです。以上店内状況でした。お疲れ様です。ごちになります。うまい。え、これがお通しなんだ。これはお通し。お通し？うん。寂しいですね。マジっすか。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7。やばいでしょ。7皿。いや。これとりあえず収支いっときますか。あ、そっか。で、ちょっとあの。不甲斐ない自分からノーゲームのライフを打って、でも全特化ゾーンもやったわけよ。でもなんか要所要所で引きが足んなくて、結局85枚くらいマイナスそうになっちゃって、でももう一つの信念、チャンガを目指すって信念があったから、85枚のままじゃ割れねえと思ってジャグラーに座って、で結果が投資が全部で16,000円、そして回収が515枚で285枚です。うん、だからジャグラーで本当に不必要に200枚投資しただけ。グーモンだな。じゃあグンソン行っていい。グンソン行っていい。
僕はね、2-0打ちまして、これがまあ3万5000円投資の1200万円回収だったけど、ああ、もう結構入ってるけど、返ってきてます。で、まあこのままじゃ終われないっていうことで、うん、信念を持って北斗無双、うん、打ちまして、これがまあ4000円くらいかな、うん、もう同じ200万円くらい、うん、で、当たって、バックレイン、もうそこで兄弟の差が出たか。そうで、投資が合計3万9000円のスロット回収が1202万円、パチンコ回収が1万1287こんな感じ。1200-1300万円だったら、こりゃチャンガの跡継ぎだわ。こりゃだってもうやっぱ同じね、同じ4000円でね、やっぱこんだけ差が出ちゃうんだから、こりゃチャンガの跡継ぎだわ。楽しんでる。さっきにぶしたんです。あ、美味しそう。蒸した豚肉を巻いて食べ て、でもいろんなもので包んで食べるみたいな、素晴らしい、美味しそう、うん、で、これが20年ぐらい、これがちっちゃみちゃみ、いえー、あ、いるいるいる、兄貴中毒感情が入ってましたので、それでちょっとガラリって変わっちゃったんですか、元が。どうだゼロイ、味はどうだ、また変わりましょう、店長さん苦いよ。今初めて親子がお酒をかわすシーンなのに甘いよっていう店名にもなったね。苦かった、ちょっと苦かった。正直な気持ち、正直そうだね、あんま焼酎そんなね得意じゃない、飲まないから、得意じゃないから、あ、そういう気がする。何年くらい前だ、セロイ、これもうまいな、うまいな。タコ炒めそめでございます。おすすめのタコ炒めで、なんかそうめんが入ってるか入ってないかバージョンもあったけど、別に値段変わらんって言ったから、じゃあ入ってる。だな。大丈夫、めっちゃうまいし、君死ぬほど好きだよ。マジで、いやもう酒とも合うし、いやもう君無限に食える系だと思う。これもうずっとこうあったんですけど、でもう人が減ってきて、効率化も問題になって、要は火通しすぎずって感じだね。初めてこのしっかり韓国料理って言ってるけど、マジでうまいわ、うん、うまい。別にこれは業界的に媚び売ってるとかじゃなくて、マジでうまいわ。触れるな、うん、いや絶対突っ込まれるから、あ、もう先に釘刺しとくけど、別にこれはこれでマジでうまい、うん、これとは別に俺たちはパチスロが大好き。関係ない。関係ねえ、別個、うん、パチンコパチスロは遊戯として好き。そう、これは韓国料理は料理として好き。キャベツでもね、うん、それだと思います。マストよはい、分かりましたね。してないよ、いや、美味しい、マジで。これが、これが海鮮チゲ、海鮮豆腐チゲ。だってもう、ありえない魚体が入ってる。いただきます。魚体豆腐は汁うまいわ、辛い。もうやってもらう、気づくともう飲んじゃうね、食べすぎて。合うんだろうな、ここ食えばいいんだよね。はい、今ちゃんと渡りうまい。今哲也の発音だったよね。まだ若かりし頃の渡り哲也の芝居を見たおじいちゃんだった。見つけたぞ原石を。こいつは売れるわ。すごいうまいわ。ね、うまいね。イテウォンクラスの記憶も薄れてるから、スンドゥブチゲチャミスルやりたいかって言われたら、別に、あ、もう別に食ってもいいねくらいになってたけど、食ってよかったかもしれない。よかった、そんな温度だったんだ。俺怒るだよ。結構探したのに怖っ。そう言われた時、あ、それそんな話したけど、俺もうイテウォンクラスあんまり覚えてねえな。かなり部分的になっちゃった。やっぱこうイテウォンクラスでパッと出てくるのは、一番最初に軍を殴って、チャンガの会長に呼び出されて、土下座しろって言われた時のパクセロイはめちゃめちゃ覚えてる。土下座はできません、悪いと思ってないからですっていうところ。今僕完全再現だった。あってた、うん、ちょっと渡り徹夜みたいに言うな。デジャブすごかったわ今。ごちそうさま。はい、といったわけでね、はい、
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやもうめちゃめちゃ美味しかった、ね。はい、それ安かったな。安かった。いや満足に対して。1万3000円くらい払ってた。まあ会計は1万3000円でした。うん、まあでもね満足感的にはまあ。いやでも俺はもう超、うん、超満足だったマジで。よかった。また来ようって感じで。また来たいなと思って。うん、なんか量が一品ずつ多いから、うん、みんなで来たいね。だよね。だってまあそもそもお通しが7皿来たから。みんなで来たいね。そうみんなで来たい、ね。はい。こんな反省もした僕らも使えるこちら遊びに来てくれた方にはスンデブチゲステッカーお配りしております。ぜひ前に来てください。今回みたいにねもう信念を貫いて隠すよみたいな信念に信念を貫いて、はい、チャンガを倒すぞと決めたこのぼちもり、はい、まあ、最終的には僕ら4000円ずつの ね、 そ、 うだね、あそこでも明暗を分けたようなこんなギャンな動画ないよないよ、うん、ギャン見に来てんだって思った人はねぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回もご視聴いただければと思います、はい、といったわけで今回お疲れ様でした。また見てね。じゃあね。ダメだ